よし、皆さん、ザ・グッズ・ザ・ナイトです。今日は特別のレビューは、クライプレスジの新しいの SPC、ストラクショナルプレートキャリア、なんとか JPC とか、くらいの ABS の、だいたい説明は一番簡単のは、I have a cry JPC, I have a cry ABS, SPC。そんなね、そんなに簡単じゃないですけど、ギリギリくらいに出たのやつと、1週間前に初めてね、カヨティ・ブラウンが出た前にはモータイカンばかりだったのさ、これで、カティブラはすぐに売り切りになったから、買ったので超嬉しいので、それから、レビューを始めましょうか。SPC はだいたいこんな感じのプレートキャリアですね。マテリアルは、前のエラスティックよりこれはよくエアライトの、エアライトは前にくらいが使ったので、でもデザインは不思議だった。ちょっと使いづらいと分かりづらいのやつだったと、あまり人気じゃなかったけど、このマテリアルは水でも全然入られないと、ずっとこんなに軽いが変わらない。沖縄はよく湿度が多いとか雨もいっぱい降るので、雨はすぐに重いになるんですけど、これで全然問題ないです。まあ、軍服はまだ問題あるけど、これは全然問題ないです。それでレビューを始めましょうね。フロントプレートバッグは、この JPC っぽいのマジックテープとか、スピードクリップスのやつもあるし、でもこっちの方で、アドミンパウチがない。パウチよりこのレーザーカットのデザインのは、ちょっとマジックテープの2枚とかこちらでいっぱいので、大体それだけでしょうね。前と同じの、ABS と GPC 用のなんとかパネルはまだ簡単で入れるとか、このボタンも入れてもと、それはこれでもそのままで使ってもいいです。さこのカングルーパウチもなくなった。あまり JPC に使ってなかったのせいかもしれない。でもそれよりこれのデザインでもうちょっと軽いですね。後ろのプレートバッグはレーザーカットが本当に分かりやすいの多いですね。でも一番、とりあえず、こっちの方はドラッグハンドルはなくなった。それもうちょっと軽いになったので、マジックテープはまだ3つ3枚ぐらいはあるので、こちらの方でタッチとかいろいろ使えるので、でも一番気になるのはこちらの方で、前には横この3つぐらいはカバー板に入れるのやつですけど、これのストラップでもっと1つのセットでダウンにできるから、前のプレート、後ろのプレートバッグ、うちもちょっと下がってる、必要よりはもうちょっとアップだったので全然変わらなかったし、 JPC はその問題よくあったので、プレートがちょっと下がるから、それでちょっと背中が本物のプレートを使ったらちょっとすぐに、痛くなるとか筋肉痛になるから、これでこの硬いのカバー板のでもうちょっとアップにちゃんとできるから、背中はちゃんと守るとか、そんなに痛くと筋肉痛にならないになったので、それが一番に、気になったと嬉しいのことですね。じゃあそれがカバー板は、前に似たいのは同じの、エラスティックバンドので、こちら入れて、こっちに穴に入れて、この、プレートバッグのお尻穴みたいの方で入れるとプレートの横に残りは入ります。この感じにはセッティングできる。このカバー板はスモールサイズですけど、まだ残りいっぱいあるので、スモールだけは、まあ、すごくプニプニの人だけはもうちょっと M サイズぐらいに必要だよ。L サイズは誰にも必要ないと思います。これで、入ってるのはよく見えるので、この黒いの、やつが、そのサポート。このサポートので、パウチにもいっぱい、もしいっぱい使ったら、これでサポートできると、あまり、よくに下がらないと、ボロボロならないとかは、ちょいいことと思います。プレートバッグの方法は、体の方で、このスーパーメッシュ、スーパーメッシュじゃないけど、僕の
スーパーメッシュに言うの方はこのダブルメッシュの方が入ってるので、これでちゃんとサポートと柔らかいと空気入りやすいの感じですね。これで夏でも使ったの時は JPC はそのイラスティックばっかりだったので、ちゃんと汗のスクエアに出るから、これのメッシュのでちゃんと空気入れると体はもうちょっと涼しいと、そんなにぐらい汗出ないになったので、それもすごく嬉しいですね。前にはこのピグポントゥーンのやつが入れて、その2つで体だけにくじいた後、それでちょっと空気入れるように、それよりこのデザインはすごく素晴らしいです。じゃあ話の方は肩の方はあまり壊ってない、そのグリップだけが壊ったところはもうちょっと入りづらいのやつね、もっと見つけやすいのデザインだけ以外には GPC より壊ってないです。じゃあそれからジョクシク使えるの時は一発に胸にセッティングすると、この黒いのやつはここにも入れるからは前のプレートバッグもちょっとアップになるとか、それでサポートに前のプレートバッグも入ります。この横の方で入れてブジークとセッティングする以上です。それで前のプレートバッグはちゃんとセッティングした、これの横にはよく取れるやすい、これも取れると全部はプッとすぐに逃げるの、すぐにイジェクトの感じみたいのですね。これはこっちにもマジックテープにあるので、これはきれいにセッティングできるとすぐに見つけやすい。もし一発に取ったらこの感じになると、これも動けるからちゃんとリセットにできますよ。じゃあそれからスピードクリップはスピレティスのマーク4に入れるので、ちょっと高いにセッティングするとちょっと使いやすいです。後ろの方は話取りで、この下の方はセッティングすると、背中は今回はちゃんと守ってる、ここまでは正しいですね。もうちょっとこのぐらいは GPC が下がるから、ここにはちゃんと守れないと背中が痛くなるとちょっと面倒だったですね。じゃあこれからスピリティスのマイクロファイトマーク4にセッティングするから、それからセッティング済みですねと OK、はい、ジャンプとあまりマジックテープの音とこっちにもあまり動かない、ちゃんと気づいたと動かないから嬉しいですね。セッティングはこんな感じですね。芝犬の道具はギリギリマガジンの上によく見てると助けてるさ。じゃあそれからマガジンは取りやすいとカバンはこっちにはよくなんだか手りゅう弾とかメディカルパウチとかマガジンパウチ、何でもかんでも入ってないと絶対下がらないから素晴らしいです。僕はあまり使えない、ここのは沖縄は暑いですよ、このは湿度も高いから空気が入れるわ、マガジンパウチより嬉しいですね。もう一つだけは今持ってないですけど、このエアライト同じのマテリアルので、まあラジオパウチはこのマジックテープに入れると、マジックテープだけじゃなくてマジックテープに入れるとこの後ろの方でセッティングすると使いやすいですね。それでこっちにセッティングすると無線機から使える、こっちには PTT にセッティングするから、ここには邪魔してないと無線機使います。もう大体話はそれは一番大切な情報ですね。だね。まあ本物は確かに初めてばかりから本物を買わないとできないですけど、まあ GPC が確かに悪くないでも、これはレベルは超アップからすごくいい感じと、本物重いプレートに使ってもいいさ、超いいことと思います。じゃあ話はだいたいそこまでですね。使いやすいと超いい感じ。カバンも使ったら
よいしょよいしょ。これつけてみるとあまり邪魔にならないですね。そのままでセッティングすると多分準備、高さも大丈夫ですね。カバーも使ったら全然邪魔してないとおかしいことにならない。このストラップもカバーの上から何でもかんでも開いたらまだ大丈夫ですね。でも今必要ないから。それから拳銃も準備すればそのままで問題ないと。なんとか前にはそのドラッグハンドルはよくスリングに邪魔になったんですけど、この方で何でもかんでも動きやすいと使いやすい。右からバンプ、左から何もキャッチしてないと邪魔にならない。超動きやすいですね、ストリングでも。それは大切なことですね。ハンドガンもトレーブルも素晴らしいよね。チュクチャー SPC 以上ですよね。ちゃんとそのダンブネイルが必要から、ちょっと静かになった。本当に暑いこの部屋でもエアコンがよく入ってないから。でもそれでもこのメッシュは涼しいから、サポートから重くならないから、まあなんとかジャケットの感じみたい。ちゃんとだちょっとだけの服に入ってると全然鎧の感じが出ない。まあ、海兵隊の時は全部がでっかいと重いと超汗ばかりのやつが入ってたので、それはこれが重い、重いと暑いから絶対命が守るみたいな感じ。これはちゃんと軽いと、このおもちゃの感じじゃなくていいけど、こんなに軽いは本当に素晴らしいこと。もう31歳とゆっくりゆっくりじいさんになるから、このねテクノロジーが続けたら、まあ、80歳までまだ兵士の仕事にできるみたい。まあ超いい感じ、確かに。それでこれがまあクラメだけけど、 TMC はいつ TMC とか確かに FMA は絶対作る。もう確かに人気になる、 100% 人気になる。 SF とか米軍人に絶対人気になる、このプレイティケリア。もうその時はもっとレプリカが出るとか、まあレプリカはこんなにちょっとぐらいはできるかもしれない、よくわからない。でも絶対みんなが欲しいになる。でもレプリカでも高いかもしれないですね。だね。でも素晴らしいこと思うのは、まあもし質問とか何かあったら、コメントに書いたらと、答えはできればまたコメントにするけど、本当にこれはいい感じ、素晴らしい。この絵軽いは珍しい。まあ本当にいっぱいの鎧使ったの人は必ずこの漢字が使ったらが分かるんですけど、別の人でも一回使ったらと、まあ確かにいい感じと思います。まあでもそれはもう30歳のファミコンやってるのゲームと、もっと10歳のなんとか Wii U 使ってるのと全然違うの、漢字とレベルみたいの。リモはもっと分かりづらいだった、それは力士じゃないと。まあこれ本当に素晴らしい。つまり全部の話はこれが素晴らしい。大体一番次のプレイティケリアは新しいのは、いつだったかな、4年かな、4年か5年ぐらいに新しいので出番するけど、その間にこれが世界一のプレイティケリアかも。こっちにはなんとかプレートバッグに入れたらもっと横の鎧もできるさ。どこのサポートからあまり壊れない重さ。気になるの重さ。本物の重さは絶対壊れるけど。そんな世界に住んでるですからさ。じゃあ次はそのままでおしまいですね。じゃあ皆さんビデオ見るを本当にありがとうございます。じゃあ今度のビデオよろしくお願いします。それとすぐにまた皆さん一緒に騒げろか。お疲れ様です。